山崎賢治山崎賢治は日本の政治家、衆議院議員、静岡県寸東郡、三國屋町出身。1915年五天馬実業学校卒。卒業後は満州に渡り満鉄に入るが社会主義に関心を寄せ満鉄を退職し帰国した。帰国後は東京帝国大学に長高生として通い帰郷以後、 農民運動の指導者になる。この間、看護婦の藤原道子と結婚した。その後、労働農民党、社会大衆党に入り、沼津市議、静岡県議を経て、1936年の第19回衆議院議員総選挙において、静岡2区から社会大衆党で立候補して初当選する。翌年の第20回衆議院議員総選挙でも再選。 1942年の第21回衆議院議員総選挙には立候補しなかった。同年、日本占領中のインドネシアに渡り、州知事となる。敗戦により、1946年に帰国するが、戦後第1回の総選挙、第22回衆議院議員総選挙には間に合わず、妻の道子が日本社会党公認で立候補した。しかし、 インドネシア人女性とその間に生まれた子を連れての帰国だったため、ミチコは衝撃を受けた。ミチコは当選したものの、ミチコは、ケンジとの離婚を決意した。ケンジも日本社会党に入り、翌年の第23回衆議院議員総選挙では、ケンジとミチコは、同じ静岡2区から立候補するが、ケンジは無所属、ミチコは社会党から立候補し、選挙の結果、 道子は当選、ケンジは落選した。1950年に離婚が成立した。ケンジは、翌1951年に、沼津市議に、再び当選。1952年の第25回衆議院議員総選挙に、社会党右派から立候補したが落選。翌年、離党。その後ブラジルに渡り、農園を開いた。1958年同地で死去した。ありがとうございます。